こんにちは。いつもご連絡ありがとうございます。ミスターマイアメさん。今日はですね、日本時間で、えー、9時、じゃないや、9月15日ですね。で、私は朝4時27分に起きてこの動画を撮ってるんですけども、実は起きたのは3時ちょっと過ぎなんですよ。まあ、目が覚めちゃったんで、目が覚めた瞬間に私は自分の活動を開始するかなっていうことで、今ね、シャワー浴びてきたところなんですけども、だいぶこちらのね、手も上がるようになってきて、えー、まあ、ちょっとそろそろね、えー、ワックスも塗れるようになったかなと思いますんで。 <laughs> ヘアスタイルを固めていいこうかなと思います <laughs> で何ドネーションショップっていうのがあるんですかね食器の販売店さんとかねあそういうの知らなかったですね、まあ、奥さんが食器が好きっていうことで私はね食器っていうのはこのなんか適当なの使ってるだけなんですけどもあのやっぱ食器ってのも例えば中世のね、えー、こう王宮貴族が使ってるようなものがあったりとかアンティークが あったり、えー、まあ、プラスチックみたいなのがあったりね、いろんなのがあって、やっぱり食器もそれを作る人の愛情と作ってもらおうとする気持ちとかが込められたね、えー、そういった作品なんだなと思いますよね。とってもいい趣味だと思います。はい。また教えてください。で、えっと、動画のアクセスの方が6000アクセスを超えたそうなんですけども、やっぱこれはね、1万再生に向かっていっていただきたいかなと思います。例えば9月に1万再生いくと えっと1年で10万再生とかになりますよねで私が200万とか300万とかなのかなうんまあそうですね1ヶ月に2 3 0万再生されると目に見えた数万円というね広告収入が入るようになりますまあそれはまだまだ先かもしれませんけどもでも私もですね、えー、やっぱり10再生20再生っていうのを積み重ねて ここままで来てますし今も決してね1本あたり数千回数万回が安定したわけではありませんけどもまあまあねなんかちょっとしたあの主婦の副業みたいな広告収入いただいてますんでまあ、見通しはね通れるのかなと思うんですよ。まあ、その上でどんなことをやったら 再生数が上がりやすいかとかね、チャンネル登録者数が上がりやすいかってことも、私は自分の経験からお伝えすることができますんで、どっかの YouTube の教科書から持ってきたもんではなくてね、えー、私もこの、この、この量やってますからね、毎日ね。まあ、この量ってほどでもないんですけども。で、今日ヒントとしてお伝えできるのは、 えっとシリーズ化をっていうのはどういうことかっていうと第1話第2話第3話第4話っていうふうにやっていくやつなんですけども最初からそんなにたくさんやるの難しいんで前編後編という動画を撮るわけなんですよねこれはどういうふうに撮っていくかというと実はですねちょっと長めの動画を撮って前編と後編に分けるっていう作業なんですよだからこれを前編にしようこれを後編にしようって思うわけではなくて、まあ、なんとなくね15分ぐらい撮ったらそれを前半7分後半8分ぐらいに分けていくっていう感じですよね だから例えばねどんなものがそれに当たるかといいますとまあ私の場合はあの車のことを最近はやってるんですけども、えー、まあそうですねまあレビューとかがいいかなと思いましたねレビュー商品レビューとかが。それからねね他にも、ね 前編後編でわけのそういう本思いつかないですね。すいません。また今度お伝えします。で企画ものっていうのはどういうことかっていうと、なんとかかんとかチャレンジとかね、なんとかさんとかやってみたみたいな感じですよね。えっ、ー、と、まあ、やってみたシリーズといえば、私は今やってないんですけども、あのセールスを受けてみたみたいなやつがあったりとか、あの宗教勧誘についていったらどうなるみたいなシリーズとかやってますよね。えっ、ー、と、そうですね。最近ここ1年ぐらいでやってるのは まあ私、家を買いましたんで、3年前に。家にね、いろんな方訪問に来るんですよ。で、訪問は私、断ったことがないんです。NHK の方だろうが、宗教の方だろうが、セールスの方だろうが、必ずお話しするか、私の家にあげてね、じっくりと1時間、2時間お話しさせてもらうんですよ。まあ、そうすることによって、気づくことをたくさんこうアウトプットしていくって形ですよね。じゃあ、今日はね、宗教勧誘、こう、話してみた。で、話した後に動画をアップロードするみたいな感じですよね。まだ記憶の新しいうちに。 そういうことをするとたまには長い話になりますんでそれを前編後編に分けていくって形にしたりエホバナ証人シリーズで私は4話ぐらい撮っていたりとかねそれからあの立正構成会で撮っていたりとかあと何だったかなお光様って朝起き会で撮ってみたりとかいろいろあるんですけどもねやっぱりね宗教に対して私が感じたこととか政治党派についていろいろ感じたこととかっていうのがシリーズできますんでなかなか面白いんじゃないかなと思いますよねうんそれからの楽天カードとヤフーカードとかね クレジットカードの比較をしてみるみるたいなのがあってもいいかと思うんですよクレジットカードって皆さんねたった1枚しか持ってないってことじゃなくて複数社持ってると思いますんで私がカードを使ってきて感じたことみたいなのをやってみるとかねそういうのもいいんじゃないかなと思いますで最近はねシリーズとしてあの法人を作った時に法人口座どこが作りやすいかみたいなシリーズをやってましたこれはね私あの再生リストにまとめてないんでしまったなと思ったんですけども、えー、例えばあの地方銀行やってみて大手銀行やってみて信用金庫やってみて ゆうちょ銀行やってみて、ゆうちょ銀行がねあっという間に作れたっていうね、オチなんですけど、他は全然作れなかったんですけどね、<laughs> ゆうちょ銀行をお勧めしますよ、みたいな、そんなあの企画にもなっているかなというところでございます。さあ、そしてちょっとテーマを変えまして、山根さんとね、えー、なかなかいい関係になってきたということで、本当にね、動画の力ってすごいでしょ。そして継続してるってことがすごいんですよ。動画をアップロードする、継続して放送する。そしたら あれ、他の即家塾塾生さんはどんな動画で継続してるのかなってお互い気になるんですよ。お互い気になって、あみんなやってるから自分もやんなくちゃっていうことにもなりますし、しばらくやってないとね、あれ、あの人どうしたのかなっていうね、心配されちゃいけないからやるみたいなところも起きてると思うんですよ。さあ、そこでですね、今、山根さんとの関係ができたり、育子さんとの関係ができたり、そして、S さんね、S さん、東京だと思いますけども、S さんとの関係ができたりとかして、で、昨日からね、 あの翻訳 YouTuber の水川さんとかが「あの私は熟成です」みたいな感じでアップロードしてくださってこれでまた縁が広がると思うんですよ。で水川さんに関しましてはね「あのあの体のエイダ」の。 翻訳としてかなり速化塾の中でも有名で私はずっとね、水川さんに迷惑かかっちゃいけないんで、えー、あの人は熟成だよって言わなかったんですけども、昨日水川さん自身の、ご自身のね、お誕生日を機に、いや、私は熟成なんですってことをアウトプットしてくださって、えー、やっぱりね、ありがたいな、嬉しいなという思うのと同時に、えー、速っ塾の熟成だってことがね、なかなか言いにくかったりとか、もっと言ったらね、そいわゆるネットビジネス系に自分が関わってるってことを確かに言いにくいと思うんですよ。あそういうい気持ちあるなと例えば、ね 日本の特定の政党に入っている日本の特定の宗教に入っているってことも人に言いにくいと思うんですよ。そういうふうな属性を言いにくいそしてまたね属性を表現することによってバイアスがお互いかかってしまうってこともやっぱり私たちがね取り組んでいかないといけない先入観との戦いかなといろいろね それではですね、FX をたくさんやる中で、YouTube を上げる本数が減るよってことなんですけども、やっぱり YouTube の中で FX の相場解説をね、ちょっとやってみるっていうのも、私が毎日上げてますけども、あれをモデルにしてほしいっていう意味でずっとやってるんですよ。で、結構ね、やっていくと面白いし、理解も深まるんで、おすすめです。で、最後になりますけども、人生の時間っていう話になりましたね。私は人生の時間をね、こういうふうに考えたらどうかなと思うんですよ。それは腕時計ですね。まあ、腕時計じゃなくても、時計なんですよ。時計って、 0から60分までありますよね。ぐるっと一周60。これが人生なんではないかなと思うんですよ。では最初に0分から15分のこの傾きを見てみましょうか。えー、長身が3に行くところまでですね。最初の15分っていうのは0歳から15歳までの人生なんですよ。そう、あのー。人生を60と考えたら、その4分の1の一番最初の四半世紀とでも言いますかね。えー、4分の1人生ですよね。えっ、ー、と、0歳から15歳まで。まだね、よく分かんない。親の非合が多分にあると。 そして、少しずつ自分の身の回りのことが自我が芽生えてくるっていうのがこの0歳から15歳かなと思うんですよ。で、今度はね、16歳から30歳までの次の第2フェーズ、第2シーズンがありますよね、ここはですね、徐々に親元を離れて、自分で何かできるかもしれないっていうふうに試していく時期、プラス、一生のミッション、仕事かもしれませんしね、そしてもう一つは、家庭を作るのかどうかってことに興味を持つ時期だと思うんですよ。 それれを中には実現するる人もいるかもいかしれませんねこういうふうな自分以外の人のことを考える時期が16歳から30歳までかなと思うんですよ。ここまではでもねまだ自分一人のことで精一杯な方が多いと思います。次です。31歳から45歳。このフェーズですよね第3フェーズ。ここではですね、えー、やっぱり人のために生きるっていうことがまさにねあのリアリティを増してくるんですよ。 そして人は一人では生きていけないとか一定の宗教観が養われたりとか自分のお金を稼ぐ手段とかが固まったりとかね誰といるべきなのかとかね誰に感謝するべきかってことがまあ意識されるということですよねそして46歳から60歳までの間これはですね自分の長寿命を合わせる時期ですね親との決別があったりとか子供とのなんか 別れと言いますかね子供に相続するものがあったりとか子供じゃなくても次の世代のことを考えたりとかするそんな時期があ46から60歳までの最後の4分の1に訪れるのかなこれでぐるっと一周時計が回るでしょで基本的にこれで人生は終わりだと思った方がよくってじゃあ今ね高齢化が叫ばれていて60歳でなかなかねお亡くなりに出る方いないと思うんですよ。じゃあ残りの61歳から例えば80歳までの20年間は何かっていうとこれはですね あの続編なんですよね人生っていうのは1回0から60まで終わって運が良かったら続編をまあドラマで言ったらね続編を見ることができるんですよでも続編っていうのはそんなに長くないです61歳から、まあ、大体80歳ぐらいまでかもしれませんけどもいつ物語が終わるか分からないというね、えー、そういう,うなあなサドンです。 状態と言いますかねロスタイム状態が61歳から始まるのかなっていうふうに考えていくと自分の人生が今ねどの辺でいるのかなってことが分かるんですよ。私の場合は最後の4分の1にいますからねだから相当こう焦っていかないといけないところもあるし。 それでもなおかつじっくりいかないといけないところもあるのかなというふうに考えてやってるんですよ。そして振り返るのは今までの0から15までの4分1/411か,から45までの4分の1一、それぞれ自分は良かったのかなとこれで良かったのかまだやることあったんじゃないかなというふうに自己否定論を展開さすんですね。その結果私が考えてるのは0歳から30歳までの最初の2フェーズは私にとって人生としてはそんなに意味がなかったなと思うんですよ。意味がななななかかかかったかなっていううのは無駄だとか、ね、だとかいうこととねんこく って31歳からあ45歳までのこの4分の1に比べたらものすごくねちっちゃい30年間だったなと思うんですよさあそれで今過ごしている46から60歳までの間これはですね人生の中でもうクライマックスです一番ドラマティックに全ての伏線を回収するようなね全ての少年の頃の憧れを全部実現してそして静かに人生の挑戦に入る最後の15年間でありたいなと思うわけですよねプラスどうもね 健康に気をつけたりとか、人間関係に気をつけたりとか、ビジネスに気をつければ、あのロスタイムを過ごせそうなんですよね。61から80、もしくは6。1から 90g でかもしれません。でもこれがですね。不自由なまんまロスタイムを迎えたら負傷した。まんまロスタイムを迎えたら本当ベンチでね。 最後のロスタイムを迎えるというのはちょっと寂しいんで、えー、最後までフィールドに立っていたいなと思いますから、これからもね、いろんなリスクヘッジを考えていこうかなというっことでございます。今日は長い動画になりましたけども、その分ね、いろんなことが詰められていったかなと思います。参考にしていただければ幸いでございます。特に最後のね、時計の人生の考え方っていうのは、何か思うところがあるんではないかなと思います。もちろんね、人生の時間の測り方っていうのは、まだまだ他にもパターンがあると思いますけども、肝心なのは、自分なりの時間意識を持つってことなんですよ。私の時間意識は、 0から60までの時計という概念を自分の人生0から60歳までに当てはめたということではないですかね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。